来てくれた。あいつだ、あいつだぜ兄貴。たっぷり引きやがった。大した占領役者だ。ここです、ここで U ターンしてください。本当に来てくれたんだな。ああ、アキナの走り屋のプライドを守るためにあの人は来てくれたんだ。ここです、ストップストップ。本当に来てくれた伝説のアキナ最速の男、藤原文太。池谷先輩、これ一体何が始まってるんすか。途中にも人がびっしりいたし、なんか俺場違いな感じ。匠、どういうことだこれは。どうって、俺親父が行けって言うから来たんすけど。親父、藤原匠、お前豆腐屋の藤原さんの息子なのか。はあ、そうですけど。でもどうしてお前が。俺はただアキナの下りで RX7 に勝ってこいって親父に言われて。たくみ、この大バカ野郎。いって、何すんだ。いつき、何すんだじゃねえ。お前この空気どうしてくれんだよ。行く気になったら後から行くとか言って今頃来やがって。しかもよりにもよって86で。 86じゃねえよ、トレノって書いてあるぜこいつ。だからトレノが86なんだよ。 AE86 って型式のレヴィンとトレノをひっくるめて86って呼んでんの。はぁ、あ、マジかそれ。いいからとっとと車どけろ、タイムアタックの邪魔してんじゃねえよ。待て、イツキ。タクミ、一つだけ聞かせてくれ。ほう。アキナ湖への豆腐の配達って誰がやってるんだ。今は俺ですけど。やっと飲み込めたぜ。よく来てくれたな匠、オンに切るぜ。下りのアタック、お前に任せた。何言ってんすか池谷先輩。こんな素人がアキナの下り攻めたらあっという間に事故って死んじまいますよ。大丈夫だ、いけるな匠。若いな随分。名前は藤原匠。覚えとくぜ、俺は高橋圭介。いよいよ始まるぞ、アキナスピードスターズ対赤城レッドサンズ下りのタイムアタックが。スタートは10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1 GO！ 行け匠、全開走行だ。よし、圭介さんが前を取った。ストレートでちぎるのは不本意だが、これはタイムアタック。第一コーナーの突っ込みまでにたっぷりマージンを取る。そして国産最強のコーナリングマシン FD がコーナーも制する。すげえ、FD 超絶速え。やっぱ86じゃ勝負になんねえよね。見た、今の86。ああ、縁石にも壁にも当たらず抜けてっちまった。あんなスピードで曲がるやつ見たことねえ。あの86、やべえくらい速えぞ。差が詰まってる。バカな、そんなことあるわけないぜ。スタートダッシュを見る限り、パワーはせいぜい150馬力。ケスケが言うモンスターマシンでも何でもない。シフトポイントが速いのはラリー用のクロスミッションを組んでいるから。だからといって
ケイスケの FD が負ける理由は見つからない。もしそんなことがあるとすれば、モンスターなのは車ではなくドライバー。わけわかんない速さで抜けてきやがった。いつすっ飛んでもおかしくねえぞ。あいつ下りの恐怖ってものを感じてねえのか。マジですか。匠んちの親父さんが伝説の走り屋だったって。ああ、けどただのぶっきらぼうな豆腐屋のおっさんですよ。間違いない。そしてその人が自分の代わりに匠をよこしたってことは信じられないっすよ俺。だって匠は86さえ知らなかったんですよ。あいつコーナー間のストレート流しっぱなしで抜けてったぞ。なんだあれ、俺たちが考えてるドリフトとは違うもんだぜ。まるで芸術。ほとんどカウンターを当てない全開の四輪ドリフト。86という車を限界領域で自分の手足のようにコントロールしている。非力な86では失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速を一切せず最短距離を抜けていく。追いつかれた。何、ケイスケが。なあ、煽られてる。異常だ、アキラの86めちゃっぱやだ。嘘だ、ケイスケさんが煽られるなんて。タクミが FD に追いついた。タクミが、マジかよ、信じらんねえ。この先後半は勾配がきつくなりストレートが減ってタイトなヘアピンが続くな。ケイスケさんなら大丈夫ですよ。誤算だったな、これほどとは。峠では圧倒的に下りが難しい。上りはミスしてもごまかしが効くが、下りのミスは即事故につながる。特にアキナは勾配がきつく、その恐怖は波ではない。下りを制する者、ダウンヒルスペシャリストこそが最速の走り屋。どうしたって言うんだ、ここまで俺が追い回されるなんて。この前より隙がなくなってる。それにセカンドの立ち上がりは互角でも直線で差が開く。食いついてるぞ。この難しいアキナの下りでなんで86があんな速いんだよ。あいつ超ウルトラかっこいいぜ。あのクソ親父、やっぱ抜かねえと勝ったとは認めてくんねえだろうな。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブ。来た。直線で突き放しても食いつかれるってことはコーナーワークで負けてんのかよ。そんなの死んでも認めたくないぜ。パワーの劣る車にコーナーで追い込まれるなんて走り屋には最大の屈辱だ。クソったれ。FD が先か。ま、当然だろうな。何？ 86 が減速しねえ。次は右のヘアピンだぞ。ブレーキフェードか。なんだそりゃ。今何が起こった。わかんねえ、あの86曲がれるはずなかったのに。あいつ道路脇の溝にタイヤを引っ掛けて曲がれるはずもねえスピードで曲がりやがった。単純な思いつきだが誰にでも真似できることじゃねえ。とんでもねえバカが世の中にはいる。楽しみがまた一つ増えたぜ。来た。どっちだ86。
あのボケた匠が7秒も差をつけてたぞ。すごすぎるぜ。俺血の毛が引いた。鳥肌立った。バカ泣いてんじゃねえよ池谷なんか知んねえけど嬉しくて嬉しくてあいつに匠にいろいろ教えてもらおうな。ドリフトのコントロールとかライン取りとかさ。ああもう勝手にスピードスターズのステッカー八六に貼っちゃいましょうか。ああその役俺やりますよ。そうだじゃあお願いしよう。ケイスケさんが負けるなんて。レッドサンズを売り出すために集めたギャラリーが裏目に出たな。アキナを舐めていた。これほどの走り屋がいるとは。明日になればこの噂一気に。ああ上りはうちが勝つだろうが、この交流戦レッドサンズの負けだ。こんなことが起こるのが峠というところか。面白いなあの八六。今回の負けは認める。勝ち続けろ。俺が勝つ時まで絶対にどこの走り屋にも負けるな。いいな。そんなこと命令される筋合いはない。大地、俺は走り屋なんかじゃない。嫌味で言ってんのか。あれだけのテクニック、死ぬほど走り込みしてるはずだ。好きじゃなきゃやんねえだろ。好きで走ってるわけじゃない。家の手伝いで仕方なしに。楽しいこと見つけないとつまんなくて、ただ早く帰りたくて思い切りすっ飛ばして。だから俺は一度も運転が上手くなりたいなんて思ったことない。分かってないよあんた。ふざけんな。分かってねえのはお前の方だ。お前は車の運転が好きに決まってんだよ。これを機会に自覚しといた方がいいぜ。車を走らせることが好きならそれだけで十分走り屋なんだ。走り屋なら自分が身につけた技術にプライドを持て。車の運転が好き。